ね、いいね、このさ、何にもわかんないボコボコ穴だらけの仮説に実証データがギャンギャンハマっていく感じ。ご機嫌だね。なんと言いますか、こうパズルを組み上げていく感覚。わかる。適当に合図打とう。コウコちゃんの書かれたパズルをさ、一個一個ピースを探して組み立てていくのさ。わかる。かっこできた。正直このパズル、わかる。絵柄が何にもないホワイトパズルだったらどうしよう。骨折り損だわなんて思ってたけど、ちゃんとコウコちゃんが見えてきてるじゃないか。わかる。まだまだあの特殊個体で遊べるね。遊んでんじゃねえよ。さぞ嬉しかろう。わかる。別に。そうじゃねえか、出てきた。うわ、つまんな。まあでも、そうだね。クロエがつまんないのはいつものことだもんね。クロエって合コンに誘われたら絶対空気しらけさせるタイプのキャラクターやけんな。つまんないやつなりによくやってると評価してあげる。よしよししてやろう。おいで。犬か。どうせ、ジュリーからしたら絶対クロエのことを犬だとしか思ってないよ。犬みたいな感じにしか思ってないよ。それでクロエ。何そのさ、はいはい、おいおらおらみたいな。君はあの特殊個体の中に、アニマの中に、コウコの存在を感じることはできたかい？そこやな、問題は。報告すべきことは、すべてレポートにまとめてある。いやだな。私は君の口から聞きたいんだよ。君の率直な意見を、所見を、か、あの子の中に、コウコちゃんを感じて。あ、選択肢出てくる。あー、ちょっと攻略サイト、攻略サイト。ちょっと見させてもらいなさい。肯定するの方か。肯定なんやな。そう感じることは、確かにあるが。グレイト、順調だね。なんか聞いたこと、グレイト、に近づいてってるようだ。ガンダムシードで聞いたことあるね。それ、そんな喋り方をする人、ガンダムシード見たことあるね。やがてコウコらしく振る舞うのも時間の問題かもね。なるほどね。選択肢選びがだん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 さ、アニマイコールコウコ説の方に寄っていっきょんじゃ。コウコらしく、まさか。いやいやいや、初めは強い拒絶反応を示した君が、コウコを感じるとまで言い出したのがその証拠だ。親友だったクロエがな。あの子は変化していってる。調査を続けてくれたまえ。クロエ自身ももしかしたらさ、けれどもコウコみたいに見えてくるアニマの姿を見ながらも、クロエの心情も変わっていっちゃうかもしれない。あ、文章で、クロエのセリフと丸かぶりになりました。ごめんなさいね。絵本がない。さすがに飽きてきているんだ。新しい反応は期待できないと思うけど。ほう。機関誌だとか広告だとか、その他の文字情報には興味を示さないんだよね。小説よりも漫画の方が好きなタイプだな。生前、コウコここの絵は本に興味を抱いていた。いいな。本ではなく、本に描かれた物語を好んでいた。ああ。アニマがコウコの生態をなぞっているなら、コウコが興味を持たないであろう機関誌や広告に興味を示さないのも納得だね。まあそうなるかな。けど、コウコと同じ趣味をしているなら、部屋にある小説や文学にも興味を持つはずだろう。あの特殊個体は、絵本や図鑑にしか興味を持たない。小説みたいな文章が多いものは読み聞かせても知能レベルがそこまで達していないのさ。理解できないやってことか。体の方はともかく、脳みそや精神を成長の途中と仮定してみよう。いかなる生物も成長に学びはつきものさ。これから文字の読み書きを覚えた途端、根こそぎ自分で読み漁るようになるかもよ。あの部屋に収集された物語の数々をね。なるほどね。精神年齢を、高校の精神年齢をちょっと下げた感じだと考えれば、大体似たような感じになるぞっていうことね。
だがともかく、とりあえずは今だ。幼児レベルでも理解できるような単純な物語を欲しがっているのなら、アンパンマンでも見せる？アンパンマンでも見せるか。だいたいさ、理髪店とかでさ、子供が髪切りながらさ、ビデオ見せるとき、だいたいアンパンマンあるよね。それを与えてみようじゃないか。ちょうどいいのがあるよ。200年前のアンティークみたいなプログラムだがね。え、まあ、ガチのアンパンマン来るこれ。ねこれ、はい、物語自動生成プログラム。わあ、最近よく見るなんかチャット GPT みたいな感じのやつ。物語創作なんてつなげるコードさえ書けばちょいのちょいさ。人の作ったものには劣る。そうなんじゃ。作者のバックグラウンドのない無味乾燥なプラスチックストーリーではあるんだけど、まあ子供一匹満足させるには十分だろう。読み上げ機能ついてるから君も楽だろうしね。読み上げ機能？棒読みちゃんみたいな感じかな。ニコ動のニコ生みたいな感じ。何々さん初見です、アットマーク何々みたいな。読み上げ機能がついているなら別に私が立ち会わなくても。やあクロエ、まだ残っているの？今日の調査は終わったはずじゃ。はい、残り授業なんですかね。あ、定期報告か。ご苦労様。なんだか顔色が悪いね。ちゃんと眠れてる？ヤモでもなんかあんま神妙な顔つきでいらっしゃいますが。ちゃんと眠れてねえんだろクロエ。ちょうど青葉とも話してたところだ。おう。お前最近訓練にも身が入ってねえじゃねえか。なあジュリー博士、これいつまで続けるんだ。やっぱクロエもさ、このアニメが高校っぽくな見えてくるところがさ、ここに引っかかっとんやな。これってこの奇妙な調査のことだよ。あの特殊個体どんどん人間っぽくなってくだろ。気色悪いよ。あいつはメテオラだ。それも高校食ったやつだ。親友を食ったメテオラの世話させられて、大事な思い出全部差し出して、しまいにはそいつがどんどんその親友に似てきてんだぞ。気性悪いな。確かにそう言葉に起こしていたら確かにさ、奇妙な話やな。いくらデザインドだからって言ってもさ、あ、なんかタモリ出てきそうなんやけど。ぐっすり眠れる方がおかしいっての。なあ博士、別にクロエじゃなくてもいいだろ。なんでこんな酷な真似させんだよ。なんかあったら責任取れんのかよ。何かってクロエが食べられちゃうとか。気になるね。ちょっと気遣ってよ上司、ちょっと気遣ってよ。お前現代日本だったらそれさ、だからハラスメとかそういう問題になっていくぞお前。クロエを取り込んだ特殊個体は現代じゃないんですからね。変容を遂げるのか。クロエになるの？コウコのまんま？あ、クロウコになったりして。フュージョンしてるな。なに、ヒュージョンみたいなポーズしてんの？やばい、コウコとクロエがそんなポーズしようってさ、なんかシュールでたまらんな。公式が上げたら公式が病気っていうハッシュタグがつきます。あんたな、クロエをなんだと思って。やめろヤマト、博士には博士の考えがあるんだろう。アホバ、そんな優しい口調で言うたら、ね、逆に怖いぞお前それ。でもよ、こんなのおかしいって。よせヤマト、私は平気だ。クロエ、ヤマトは結構気遣ってくれんやけどな。今回の報告事項は以上、失礼します。クロエ、物語自動生成プログラム忘れてない？後で送っておくから、絵本の読み聞かせ引き続きよろしく。なあクロエ、お前忘れてないよな。何をだ。特殊個体はコウコ。食ったメテオラだ。分かってる。分かってるんだけど、引っかかっちゃうんだよな。できるはずがない。私の前に現れた特殊個体はコウコを捕食したコウコの仇けれど、否定できずにいる。否定しないツッコミ、これがペコパの原点かもしれません。どうしてあいつはコウコに似ている？どうしてあいつは私だけに懐く？偶然にしてはちょっとできすぎとる感じなんよなこれ。コウコは本当に死んだのか？今もあいつの中で
生き続けていたりはしないか。私は私の中にある弱い自分をまだ否定できずにいる。ちょっと希望っていうものさ、もしかしたらの数少ない可能性の低い希望にちょっとすがる自分があるんやな。いっそのことクロエじゃない、絶対にコークじゃないっていうところを見せてくれればな。僕のこのジャンプ力さえあればどんな崖もひとっ飛びで越えられるのさ。まあ、上質な棒読みちゃんだな。俺配信で使いたいわこんな声だったら。ちょっとさ、透き通る聞きやすい声ですね。眠たてるやないか。ウサギは嫌いか、なら別のものに置き換えるか。そういう問題かね。カエルにバッタ、何が好きなんだこいつは。そもそもさ、生物なんか見たことあるのだろうか。人間以外の生物を見たことあるのだろうか。好きも嫌いもないか、バカバカしい。使えないなこのプログラムは。登場するキャラクターが絶滅した生き物ばかりだ。あ、やっぱこの世界観だったらバッタとかそういう生き物がおらんのやな。想像ができないんだろう。ウサギなんて見たこともないから。そういう世界観なんだろう。ディストピアなんだよ地上では。いや、おそらく想像できていたとしても、ココならクロエの読む物語が聞きたいの。機械の読むお話は味気なくて好きではないわ。感じたままを声に込めてね。褒められた思い出を重視するコーコ。自動で読み上げられる物語などに興味は示さない。物語の内容というよりは温かさを感じる感じなんやな。読み聞かせられるようなものはもうない。他にお前が興味を持ちそうなものは。まあなんかお母さんに寝だろうとしている娘のように。そんな顔をするなよ。私に話せと言う。情が湧いちまうだろうが。これ話してあげるの方が選ぶんだろ。これ公式サイト見るよ。公式サイトじゃないわ。なんやだっけ。やっぱ話してあげる方ですよ。もう攻略サイトは。お前も知っている生き物の話となると人間の話か。けど私は普通の人間のことなど語れない。私に話せるのは人間に似せて作られたデザインドヒューマンのことくらいだ。なんか興味持ってるね。顔、何そのギョッとした顔。何デザインドヒューマンってのは。そんなこと言われても普通はわからないもんなんですけどね。要は自然に生まれたんじゃなく何か目的があって作られた人間のことだ。人形って言ってもわからないか。人の形を真似て作られたけど人とは違う。人よりももっと丈夫に作られている。空から降ってくる怪物たちを追い払うため、ロボットに乗って戦うためにな。うん。そいつは、その人形の子は小さい頃から優秀でした。そして成長すると大人たちの期待に。アニマのこの体は何だろうな。怪物たちを次々と倒していきました。いや、ヒーローもの大好きだお前。さてはそういう何かと戦うようなヒーロー系が好きだ。じゃあ大昔にやってたらマジンガー Z とかそのあたり見てみる。お前盛り上がると思うぞ。お前ロケットパーンとか言うたらさ、飛び出していく瞬間にお前キャッキャ言うだろ。お前町の人々は感謝してその子をたくさん褒めました。けれどその一方で、その子は自分が人形であることで、表情が変わった。忘れられていることも知っていた。作られた存在であるその子に、両親はいません。家族もなく、ずっと一人ぼっちでした。けれど、寂しさを感じることは、これっぽっちもなかった。だって、人形は戦うために生まれてきたのです。何感心してんだお前は。けれどある日、
嘘つきと呼ぶ少女が現れました。その少女は歩けなくて目も見えなかった。肌が白くて強く押したら壊れてしまいそうな、とてもか弱い子。コウコのことか。けれどたくさんのことを知っていて、他の人にはない豊かな感受性を持っていました。なんかちょっと名前呼びそうになってる。感受性って言いそうになった。感受性、人の心を感じ取る力のことでいいのかな。他人の心が分かってしまうから脆いんだ。その車椅子の少女はだから人形の孤独にも気がついて手を掴んだ。ぎゅっと抱きしめて逃げられないようにして、そうして、すごいねでもかっこいいねでもなく、その子が一番欲しかった言葉をくれたのです。ってことはそういう言葉をもらってっていう自覚があるんだな、クロエ。お前にはなんて言葉なんだ。あー、そういうことか。車椅子の少女、迎えられたのね。花を植えました。迎えられたのね、クロエは。たくさんの花を咲かせてすごい笑顔だ。世界を色づけました。その子はもう一人ぼっちではありません。色鮮やかな世界で車椅子の少女と二人きり、その時間は永遠に続くと思っていました。けれどある日突然、車椅子の少女はいなくなってしまった。物語のテイストに状況に合わせてちゃんと表情がさ、可愛いよんな。えらい的確に。なんでかな、不愛想でつまらない人形に嫌気がさしたのかもしれない。車椅子の少女はいなくなったけれど、また一人ぼっちになってしまったけれど、それでも平気だとその子は思いました。本当にか。今までずっと一人で生きてきたのです。またそのようにして生きればいいだけ、当たり前の日常に戻ればいいだけ、そう思っていたのに。思っていたのに。その子はもう強い自分に戻れませんでした。どうしてでしょう。その子は戸惑いました。あ、なんかお話を通してクロエが自分の気持ちを吐き出しちゃうような感じになってるな。自分の弱さを知ってしまったから、鮮やかに色づく世界を知ってしまったから、すべては車椅子の少女のせいです。あの子に文句を言ってやりたい、責任を取れと言ってやりたい。勝手に現れて、勝手に私を壊して、勝手にいなくなってしまった。憎くて憎くて仕方のないあの少女。でもさ、クロエ、もしコウコがフラッと帰ってきたら、お前コウコに言うだろ、どうせ。おかえりって。どうしたって、あなたはデザインドだし、天涯孤独だし、嫌われ者で不愛想。この世界に生まれた以上、一秒たりともあなたはあなたをやめることはできないわ。だからね、泣いてもいいのよ、寂しくてもいいの。弱くたって、周りの人たちが何を言ったって、あなたが私の大切なクロエであることに変わりはないのだから。これ今の文章さ、悩んでたり迷ってたりする人たちに聞かせてあげたいような言葉やな。かけがえのないあの時間を。そして何よりもすごいのがさ、アニメがそれを汲み取るかのようにさ、こういう表情を見せるところ。その子はまだ求めてしまう。それがとても悔しくて、お前の思うがままになんかなるもんかと強いふりをするのです。本当は息することさえ苦しくて、声を上げて泣きたいけれど、それを許してくれる人はもういないから。あの子のいない色あせた世界で
平気なふりをして。その子は吐き出しとんな。おお前まだ私を侮辱しようと。なんかほんまさ、アニメはもう言葉の概念とかわからんはずなのにさ、クロエの吐き出していた本音をさ、感じ取れるかのごとく表情も変えるし、今の動作、クロエの言葉の意味はわからんでもさ、気持ちっていうのが、ぬくもりが伝わってきとんかもしれんな。俺がコウコがクロエに伝えたかったことなんだろう。読み聞かせにこだわったことなんだろうな、クロエの。なんだ？お前、まさか。歌ってるやん。慰めているつもりか。コウコが歌ってた歌やん。それ。って。それじゃまるで本当に。おシンクロ率高いって。コウコとのシンクロ率高いってお前それ。私からも約束する。クロエが泣いているときは必ずそばに駆けつけて子守歌を歌ってあげる。コウコじゃないけど歌ってくれよやつが。なんだ？え、どこどこどこ？あれ？え、どこ？入れるようになってる。お前はコウコなのか。もうさ、そう聞かざるを得ない状態になってる。こいつとの触れ合いがさ、もうコウコとの触れ合いと一致してるんだ。こいつから高校を感じざる、を得ない。ああ、触れた。それは確かに、記憶の中で聞いた音。か弱くて、壊れやすくて、柔らかくて、私の心を捉えてやまない優しい音。色を失った世界で、忘れかけていた、高校の。音がした。惑わしてきている。名前呼ばれたらもう惑わしてきてるとしか思いませんよ。やめろ。話せ。天神だ。天神しおったで。世界が再び色づき始める。しびれを、痛みを、拒絶できない。ずっと私のそばにいてね。青山デルマ。できるわけがない。拒絶すればまた置いていかれてしまう。コウコが私を見限って地上へ出た、あの時のように。いつの間にかクロエはコウコへの強依存に人は取るかもしれないな。今週の報告は以上になります。教えてもらったからな。もう1週間以上変化なし。ここいらがリミットかね。情報が引き出せないやな。そろそろバラバラにしちゃおっかな。そんな顔で言わんといて。サイコパス鬼鬼畜。バラバラにって何を。アニマちゃん鬼決まってるでしょ。決まるな。これ以上何をやっても高校成分は出てこないようだから。絞り出してるかのごとく言うなお前。うまみ成分ビールの話をしてるんじゃないぞお前。解剖に回そっかって言ってんの。ピースをすべてはめ込んでは見たものの、結局はやっぱり何も描かれてなかった真っ白なパズルだったってことだね。残念。あれのどこが真っ白。いや、
うっすらコウコのシルエットは見えてるけど、額に入れて飾るほどのものではないって感じ。とにかくもうあの子では遊び尽くした。生態調査は次のフェーズに移行する。ん？さあここからは解剖だ。解剖。これは意見する、抵抗するな。待ってくれ、あいつの中にはまだコウコが。別に君の意見は求めてないんだけど。君の意見は求めてないけど、そばにいられると思い出す。コウコの残留が、コウコの残留がだ。とはいえ、随分と確信めいた物言いをするじゃないか。経験しちゃったからね。クロエって呼んで、俺のことを肌触れて、温かさっていうか伝わってきてるからね。いいよ、その根拠を述べてみな。そういう、なんていうか、学術的な根拠は無理です。温かさとかいうそういうなんか感じ取ったことでね、学術的なことは無理ですよ。その人と人との肌の触れ合いというそういうアナログ的なことだったらできますけど。あの特殊個体は私を攻撃しない。あいつは今でも部屋に入ったものを攻撃するけど、私に限っては直接触れることもできない。ギョッとして顔になってる。意思の疎通だって誰よりも。待ってクロエ、直接アニマに触れたの？お前なんでそんな危ないことを。毎日一緒に遊んであげてる飼育係が一番気に入られるのは当然でしょう。そんな動物園の動物じゃあるまいしな。あるいは人の形をしながら人ではない君を同族と感じたのかも。嫌な感じ。あるいは君の方が同族と感じちゃっていたりして。お前一回ぶん殴られたいのか。心臓の音が。心臓の音が同じだった。あれは確かにコウコの鼓動で。いや、コウコと心臓の音が一緒とか分かるんかお前。お前なんでよコウコの心臓の鼓動の音知っとんだな。お前だな。仲がいいからってさ、考えてみ。友達親友の心臓の音これだみたいな分かるようなおやつおる？おら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 、いくら仲良くだってさ、親友の心臓の鼓動の音をこれだって分かるやつはおらんわ。全くもって信憑性に欠けるね。それは同感だ。そんなに耳が良くなったのか。分かるんだ、コウコのだけは。だって私はその音を知っているから。すごすぎるな、お前。知っていたところで、君なんかがその繊細なリズムを聞き分けることができるものか。なんだろうな、耳ではなくここで感じてるのかな。あいつの中にコウコはいるんだ。確かに信じてほしい。はあ？何も信じられないから科学を始めたんだよ私は。あの子の中に確実なコウコの存在を証明できればまだ調査延長の余地はあるけれど、うぬぼれや妄想が根拠ではとても証明とは言えないね。そうだね、まあそれはそうですね。鼓動の音が同じとか言われてもさ、え、鼓動の音聞いたことあるのみたいな。確かに根拠に欠けるのはしょうがないな。クロエ、どうなんだクロエ。ということでアニマの生態調査は打ち切りにするから、今までご苦労さん君たち。明日からは通常任務に戻っていいよ。しかしこれではアニマが解剖されちまう。冗談じゃない、私にあいつの世話をさせたのはあんただ。コウコを食ったメテオラからコウコを探せと、やっと一筋の光が見えたんだ。コウコはいる、コウコはいるのに、あと少しなのに。なのに今度はあいつを見捨てろと。完全にクロエさ、信じきってしまっとんだ、コウコがいる路線に。そう言ってるんだよクロエ、何か文句でも。これはどうするんだい、攻略サイト犯行だ。ある、
もううんざりだ。あんたの自分勝手に振り回されるのはもう。私は犬じゃない。犬だとしても噛むぞお前。手を。気持ちはわかるけど、落ち着いてクロエ。声を荒げて、らしくないじゃないか。きっと連日の調査で疲れているんだ。今日はもう帰ろ。送っていくよ。ヤサ男を演じるなお前は。話してくれ。まだ話が。もうねえよ。頭冷やせばか。いいから帰るぞ。許可していただけますよね、博士。僕たちが送っていきますので。ふん、人形に意見されるほど気分の悪いものはない。さっさと私の前から連れて行け。私に処分される前にな。お前な、あそこで暴れるかよ普通。もうさ、クロエにとってはもうアニマイコールコウコの路線で確定してしまった感じだったな。謹慎くらいの懲罰であればまだしも、ジュリー博士なら本当に君を壊しかねない。道具だとしか思ってないからね、あれ。あの特殊個体の部屋に入ってたってのも初耳だぜ。一人で入ったのか？食われたらどうすんだ。大げさだ。大げさなものか。最近変だよクロエ。顔色は悪いし、冷静さを欠いているように見える。少し休むべきだと思うな。アニマの生態調査に関しては僕の方からも何とか延長できないか頼んでみるから。そうか。調査終了には賛成だけどな、俺は。クロエがしんどいのはあの特殊個体のせいじゃねえか。最初から処分しとけよかったんだ。気持ち悪いぜ、コウコの真似するメテオラなんて。違う、真似じゃない。感じるんだ、確かにコウコの存在を。コウコを間近で捉えてきたクロエだからこそ言えることやな。でもそれを周りに証明する手段はなかった。アナログ的なもんやけんな。そう思いたいだけだろ。やめろヤマト。とにかく今日は帰って休むべきだ。さあ帰ろう。送るよ。おう。どうなるんだろうな俺。どこまでついてくる気だ。まあ家までかな。博士にはそう言って出てきたわけだし。私を監視するためだな。嫌われちゃったようだね僕ら。まあぶっちゃけ心配だわ。お前目離したらあの特殊個体のとこに行こうとするだろ。行くかもしれないね。こう流れ変わったら行くかもしれないね。じっとしてなどいられるか。解剖が始まるのはいつなんだ。それさ、ブリーチでルキアの処刑はいつなんだみたいな感じだよ。助けに行こうとするねこれ。目を覚ませよクロエ。いいか、確かにあいつはコウコに似てる。でもあいつがメテオラなのは変わらねえだろ。あの姿だって多分お前を油断させて食うためさ。違う、あいつは私を捕食する気などない。あの表情からしたらさ、ほんまに言葉に対してうっとりしたり悲しんだりするような感じだったな。人間の感受性を持っとるんやなっていう感じをする。あいつは触れることでコミュニケーションを取ろうとしていただけだ。喋れないから触れようとした、それだけなんだ。お前たちは調査対象としてしかあいつを見ていない。あいつには感情がある。好きや嫌いがある。ココみたいに笑うんだぞ。どうして分かってくれない。と言っても難しいもんだよな。クロエはコーコといつもそばにおって、それが感じられてるからそう言えるだけであって。どうして私の話を聞いてくれない。恐れ突き放していたのは私たちの方だ。あいつはずっと手を伸ばしていたのに。わからないならもういい。おいクロエ。あ、久しぶりや。お前生きてたんか。最近全然見てないなと思ったけど生きてたんか。お前、ノアちゃんのライブをスルーするとはどういうことだ。え、ライブとかするの知ってたんじゃ。どいてくれ。知らんかった。今はそんな気分じゃない。おいおい、しばらく見ないと思ったら。こっちのセリフだ。なんだその疲労困憊っぷりは。ひどい顔色じゃないか。アニマに何かされたのか。だから言ったんだ、
あいつとは距離を取るべきだって。耳元でキンキン騒ぐな、ほっといてくれ。お前、待て、クロエ、怪我してるの？してる？手ではないかな。怪我？そうなのか、クロエ。関係ない、もうほっといてくれと言ったぞ。怪我してる？あー、やっぱりおっぱい大きいわ。待てって、話はまだ終わってないだろう。まさかアニマに噛まれての傷？デザインドは並外れた回復力を持つはずでしょ。え、回復してないってこと？どこがやられたかわからんけど。それなのに治っていないってことは、それだけ深い傷だってことだよね。なんでもない。なんでもない、攻撃を受けておいて。なんでもないわけないだろ。攻撃じゃない、あいつに攻撃する意図はないんだ。クロエ、お前どうかしてる、被害を受けてるんだぞ。ごめん、クロエ、これは見逃せない。ジュリー博士の判断は正しかったかもしれない。これ以上生態調査を続けさせるわけにはいかないよ。博士にも報告しないと。判断を仰ごう。必要ない、言っただろ、あいつに危険はないんだ。それは僕たちが決めることじゃないんだよ、クロエ。君からも説明した方がいい。一旦ラボに戻ろう。断る、触るな。クロエ、そんな動作するみたい。お前、なんであんなメテオラをかばう。頭おかしくなったのか。おかしくなど、やめろ二人とも。アニマが中心になって、この輪が乱れていく様姿を見ている。今クロエを責めたって仕方ないだろ。本当はクロエだって分かってるはずだ。なあ、そうだろ、お前言ったじゃねえか。何をだ。あいつはコークを食ったメテオラだって。お前も食われたりなんかしねえよな。ほっといてくれ、もう私のことは。もうアニマで頭いっぱいで仲間たちを突き放していってるクロエがおるぞ、ここ。どうなるこれ。クロエ、待てよ、クロエ、話そうって。まあ、これ相手、多分攻略サイトは相手にしないを選ぶと思いますね。あ、話し合うだったわ。話し合うは、話し合いはするんじゃ、ちゃんと。私は。なんで話してくれないんだ。どうして俺たちを避ける。なんで嫌われてんだ。言ってくんなきゃわかんねえよ。嫌ってるわけじゃない。ただ、言ってもどうせ伝わらない。言葉は。感情を伝えるには拙すぎるから。そうだよな。結局クロエの言葉がアニマに伝わったのはさ、クロエの声の温かみ、そこやけんな。言葉ということに関しては特に。は？なんだそりゃ。とにかくヤマトは感じたことないのか、温かさというのもな。たちには分かってもらえない。生まれ方も育ち方も、私はみんなとは違うんだ。デザインドヒューマンである私を分かってくれる人間はもう。待ってくれよ、俺は分かり合えると思ってる。違うなんて言うなよ。お前は見たまんま人じゃねえか。だってお前だってデザインドだって、孤独とか寂しさとかは生まれ方が違ったって俺たちと同じように感じてしまうんだろう。心を与えられてるからね。その心というのを教えてくれたのはコウコだけど、クロエの気持ちはちゃんと分かってるつもりだ。俺もメテオラのせいで大切な人を失ってるから。お父さんかな、父親か。だよな。ああ、ガキだった頃、俺さ、親父がマキアのパイロットで、空から来る怪物たちを退治するヒーローだってことは知ってたけど、うん、本当に大事なことは知らなかったんだよな。なんだい？マキアパイロットってのがどんなに危険で、いつ死んでもおかしくない仕事だったのかってこと、全然知らなくて。そうだな。結局、世の中に
見せられに公開されてる情報っていうのはその綺麗な部分とかそういうことしか断片的なことしか出てきてないからね。結局戦いっていうのは命がけ、何一つ綺麗事なんじゃない、綺麗事なところなんかないんだよ、感じやったよ。多分バカだから気づかなかったんだな。出撃は不定期だからさ、親父がいつ出ていくかもわかんないだろ。帰ってくる時間もわかんなくて、俺が寝静まった深夜に帰ってきたりして、夜中に目を覚ますと親父がそばで寝てたりしてさ、それがすげえ嬉しくて、ガキだった俺はお話ししてって言うんだ。親父は俺の頭を撫でながら、今日は何体倒しただとか、危ないところだったとか、そんな話を俺はどこか遠いとこでやってる冒険物語みたいな感じで聞いてたんだよな。ほんとバカだったよ。それは親父の話だったのに、親父が今にも殺されそうになったって話を俺はワクワクしながら聞いてたんだ。そんな簡単なことに気づいたのは親父が死んだ後だった。亡くなってからか。空っぽの棺が運ばれていく時も、お袋が泣き崩れたのを見た時も、俺には信じられなかったんだよ。あの、いつ帰ってくるかわからない人のことだから、いつかまた何食わぬ顔でさ、俺たちの前に現れるんじゃないかって。けどある夜ふと目が覚めた時に、いつもそばにいた親父がいなくて、お話ししてって家中くまなく探しても当然どこにもいなくて、その時になってやっとわかったんだよ。ああ、もう二度と親父には会えないんだなって、うん、実は未だに俺さ、夜が怖いんだ。夜中にふと目を覚ますのが怖い。それは？真っ暗な部屋で、夜の真ん中で目覚めた時とか、親父はもう帰らないって理解したあの夜の、あのどうしようもない寂しさを思い出してさ。そうなのか。心が潰されそうになるんだよな。なんか死んねえけど泣きたくなる。世界の終わりみたいな夜に俺一人だけ取り残されちまったみたいにさ。虚無の時間があったんだ。クロエ、お前だってそうなんだろ。コウコがいなくなって辛くなかったか。辛くないわけはない。だよな。なのにお前はいつだってクールでさ、こんなの何でもないってふりをするだろ。私は別にそんなつもりじゃ。言おうってないか、クロエ。お前さっき何でもないようなふりをしてるみたいな、そんなことを言いますみたいなことが物語を中で語りようってないか、お前自分自身のことを。俺にはそう見えてるよ。けどそれがクロエなんだよな。見られてんだよ。ヤマトには見られてんだよ。クロエがクールというよりは強がりなところはな。気づいてないだろうけど、俺は訓練生だった時からずっとお前を目標にしてたんだぜ。そうなのか。俺は親父の仇を取るためにパイロットに志願したんだ。そのためには誰よりも努力して、誰よりもいい成績を残さなきゃいけなかった。なのにどうしても勝てない奴がいる。パイロットになるために生まれてきたデザインドヒューマンとか、ずるいじゃねえか。ムカついたぜ。おお。どんなにしんどい訓練でも涼しい顔してさ、信じられねえマキアの動かし方するし、撃てば百発百中だし、最初はあんなやつなんかに負けねえってムキになって追い越そうとしてたのに、気がついたらずっと目で追ってた。俺は多分クロエが公園にいたから戦えたんだ。信頼なんやな、それが。対抗心から憧れに変わっていって今に至るんじゃ。戦場じゃ何度も助けられたから、今度こそは俺がって思ってんだよ。コウコがいなくなって、クロエも俺と同じように世界の終わりみたいな夜に押しつぶされてやしないか心配で、俺たちじゃコウコの代わりにはなれないけど、
それでも頼ってほしいんだ。俺たちがいるってこと覚えててほしいんだ。とだけコウコの代わりになることができる方法があるぞ。女装してヤマコって名乗ればいいよ。なあクロエ、昔みたいにさ、またみんなで遊びに行こうぜ。街に繰り出してさ、コンサート開くのもいい。お前が呼ぶなら俺はいつだってどこにいたって駆けつけるよ。俺はバカだし、マキアの腕もまだまだで頼りないかもしれないけどさ、だからこそ言うんだ。こんなことしかできないから何度だって言うんだよ。何度だって？ここにいるぞ、お前は一人じゃないんだぞって。クロエ、お前がまた元気になってくれるまでさ。熱い男だ。感謝するって選びたいな。攻略サイト、攻略サイト、あー感謝するだー、やったー。私は一人ではないか。そう言ってくれるのはありがたいが、それでも行かせてくれヤマト。けど受け取った上で振り払うクロエ。出たよ。私は一人ではない、お前たちがいるからな。けれどあいつは今一人ぼっちだ。この状況でもアニマのことを考えて、あいつの中にコウコがいるなら、本当にコウコが残っているなら、寂しさに押しつぶされそうになっているのは私やお前だけじゃないってことだ。私はもう二度とコウコを一人にはしない。約束したんだ、ずっとそばにいるって。ずっとそばに。分かったらもうついてくるな、一人で帰れるから。待てよ、話は終わってねえぞクロエ。振り払ってしまった、振り払ってしまったよ。